今回ご紹介する事件は、まるでミステリー小説のように解決までに2点3点し、最後に大どんでん返しが待っています。マスコミも世間も踊らされたこの事件の真相を、あなたは見破れるでしょうか？ということで、今回は佐賀県で実際に起きたフィクション並みにミステリアスなとある事件について解説していきたいと思います。顔が潰れた遺体。1981年1月22日、佐賀県唐津市にある星賀漁港で釣りをしていた男性が水没している車を発見しました。それから男性は警察に通報し、警察が到着した後、水没した車が引き上げられ、車の中から男性の遺体も発見されました。発見された遺体の顔は激しく損傷しており、もはや判別することすらできなかったそうです。ですが、遺体が着ていたポケットから見つかった名刺などから、亡くなっていたのは福岡県在住の水産会社酒井水産の社長を務めていた酒井隆さんだと判明しました。同時に車も酒井さんのものだと分かり、一見すると誤って海に転落してしまった事故だと考えられますが、警察は酒井さんの死を事故ではなく事件だと考えました。なぜなら酒井さんの顔の損傷はどう見ても事故でついたのではなく、誰かに殴打されてついたものだったからです。また酒井さんが乗っていた車の後部バンパーから、他の車から追突されてできたと思われるへこみも見つかりました。さらに現場近くの岸壁からは他の車のテールランプの破片も発見されており、これらのことから警察は誰かが酒井さんの乗っている車にわざと追突し殺害したと考えていました。ちなみに酒井さんは結婚しており、警察は遺体を引き上げた直後、酒井さんの妻清美さんに遺体の身元確認を行っていました。そして清美さんが遺体を確認したところ、その場に泣き崩れ、夫です、間違いありませんとつぶやきました。酒井さんの顔には誰だか判別できないほどの損傷がありましたが、どうやら酒井さんは過去に盲腸の手術をしていたらしく、その手術跡が残っていたため、清美さんは遺体が酒井さんのものだと確信したようです。そして警察は酒井さんが殺されたという事実から、酒井さんや酒井さんの周辺の人物を徹底的に調べ上げ、怪しい人物をリストアップしていきました。そして警察は捜査の結果、意外な人物にたどり着いたのです。第一の容疑者。まず警察は酒井さん本人について調査したところ、酒井さんが多額の借金を負っていたことが明らかとなりました。酒井水産は事件の6年ほど前に設立され、当初とても順調に業績を伸ばしていました。ところが事件の直前、酒井水産が養殖していた稚魚が記録的な冷夏に襲われてしまい、経営が傾いてしまったのです。また不運にも同時期に従業員が交通事故を起こしてしまい、それに伴う賠償金の支払いに追われ、その上卸売市場への参加資格の取り消しが重なり、経営は悪化の一途をたどっていました。そして順調だったはずの酒井水産は一変して2億8000万円もの負債を抱える赤字企業に転落してしまったのです。そこで酒井さんは資金調達を試みたのですが、八方塞がりの酒井水産に融資してくれる金融機関はなかなか見つからず、酒井さんはやむを得ず闇金からお金を借りてしまいました。当然闇金から借金をしたため、酒井さんの経済状況はより悪化し、亡くなる1ヶ月前には毎日取り立て人が家に押しかけてきていたそうです。そのため警察は闇金の取り立て人が酒井さんの殺害に関与したのではと考えたのですが、酒井さんを殺害したところでお金が回収できるわけではないので、取り立て人はすぐに捜査線上から外されることになりました。そして捜査は振り出しに戻り、再び一から捜査を進めていくと、事件現場から発見されたテールランプの破片がどの車のものなのか特定されました。どうやらこの破片は福岡県のレンタカー会社から貸し出されていた車のものだったようで、これにより一気に事件解決に近づきました。そして警察はすぐさま当時レンタカーを借りていた人物を特定したのですが、なんとその人物は清美さんの弟 A さんだったのです。それから警察が A さんに取り調べを行ったのですが、 A さんはレンタカーを借りていたことをあっさりと認めました。ところが A さんが言うには、借りていたレンタカーが盗まれてしまったらしく、盗難届を出していたそうです。そしてこの件により清美さんの弟である A さんが怪しく思えてきましたが、この後さらに意外な事実が判明していきます。黒幕。
レンタカーを盗まれて盗難届を出すというのはやや不可解ですが、どうやら A さんは清美さんの指示で車をレンタルし盗難届を出したことが分かりました。また酒井さんにはなんと総額4億1500万円もの生命保険がかけられており、保険の受取人は清美さんになっていたのです。そのためこれまで A さんを疑っていた警察は一変して清美さんが怪しいと考え、この時警察は清美さんが弟にレンタカーを借りさせ、レンタカーで意図的に酒井さんの車に追突し、酒井さんを事故に見せかけて殺害したと推理しました。そこで警察は清美さんの取り調べを行い、事件当日どこで何をしていたのかを尋ねたところ、清美さんはこう語りました。あの日は弟が借りてくれたレンタカーに乗って夫の秘書と墓参りに行きました。ですが途中で秘書の方が体調を崩したので墓参りは中止になりました。ちなみにこの時2人が誰の墓参りに行ったのかは分かっていません。また話に出てきた秘書は中村豊子さんという女性で、なんと中村さんは酒井さんと不倫関係にあったのです。どうやら中村さんには夫がいたようなのですが、事件から7年前に蒸発してしまったらしく、寂しさを埋めるためか中村さんは酒井さんと愛人関係になってしまったようで、清美さんは中村さんと酒井さんの愛人関係を黙認していたようです。ですがここまでの話を聞いて、中村さんと墓参りに行ったという話は酒井さん殺害の犯人にされないための嘘なのではないかと考える人も多いのではないでしょうか。確かにこの供述は酒井さん殺害のアリバイ作りのための言い訳にも聞こえますし、そもそも夫の愛人と一緒に出かけるというのも不自然です。ところが警察が中村さんに事実確認をしたところ、中村さんも清美さんと同じくあの日は2人で墓参りに出かけたと証言したのです。どうやら事件当日、中村さんの体調が悪くなった後、清美さんは自宅に中村さんを招いて休ませていたらしく、深夜になると警察から連絡があり、2人は酒井さんが亡くなったことを知らされ、タクシーで現場に向かったそうです。実際事件後に現場に清美さんが駆けつけた際、一緒に中村さんもいて、遺体の確認も2人で行っていました。そして清美さんの話には整合性が取れていたので、清美さんが犯人というのは思い違いだったと警察は考えたのですが、ここで一つ引っかかる点がありました。それではここから事件はどのような展開を迎えるのでしょうか。共謀。中村さんは酒井さんと不倫していたわけですが、不倫相手の妻である清美さんの家に普通泊まるでしょうか。警察はこのことが引っかかっていたため、念のため中村さんのことも調べてみることにしました。すると酒井さんが中村さんから約2500万円もの大金を借りていたことが判明したのです。それだけでなく、酒井さんには中村さんの他にも複数の愛人がいたことも判明し、警察は貸していた金や他の愛人関係など、中村さんが酒井さん殺害に関与する動機は十分にあると考え、中村さんと清美さんは共謀して酒井さんを殺害し、保険金を折半する計画だったのではないかと推理しました。これなら清美さんと中村さんの証言が一致していたことや、2人が一緒に出かけていた違和感にも説明がつきます。そして警察は改めて2人の取り調べを行ったのですが、2人ともそんなことはしていないと容疑を否認しました。そこで警察は清美さんと中村さんが事件現場に駆けつける時に乗ったタクシーの運転手から何か有力な手がかりは得られないかと思い、運転手に当時の話を聞きに行ったのですが、その後これまでの推理を覆すような事実が明らかとなりました。ベレー帽の男。タクシーの運転手は次のように証言しました。あの日、確かに私は清美さんと中村さんの二人を乗せて現場へ向かいました。ですが、タクシーには二人だけじゃなくて、もう一人、黒いベレー帽をかぶった男性がいましたよ。どうやらタクシーの運転手によると、ベレー帽の男は現場近くに着く前にタクシーを降りてどこかへ行ってしまったそうです。そして、これまでベレー帽の男の話は一度も出てきていなかったため、警察は二人が何かしらの理由でベレー帽の男について隠していると考え、もう一度二人の取り調べを行いました。ところが2人はベレー帽の男については全く心当たりがないと言ったのです。ですがこれではタクシーの運転手と2人の証言が矛盾しており、どちらか一方が嘘をついていることになります。そして警察はこれまでの取り調べから感じた怪しさから、清美さんと中村さんが嘘をついていると踏んで繰り返しベレー帽の男について尋ねました。すると観念したのか、事件から5日後に2人はようやくベレー帽の男の存在を認め、警察が男性の正体を聞くと、中村さんの口から思わぬ人物の名前が出てきたのです。一緒にタクシーに乗っていたのは私の夫です。
どうやら蒸発したとされていた中村さんの夫は生きており、中村さんの夫が酒井さんを殺害し、その後保険金を山分けする話になっていたそうなのです。ですが事件はこれで解決することはなく、さらにもう一転するのでした。それでは最後に驚愕の真相と事件の黒幕であるある人物について解説していきます。真の黒幕。結論から言うと、蒸発した中村さんの夫が実行犯であるという話は中村さんの嘘でした。これについては蒸発して生きているかわからない夫に罪を着せようとしたのではないかと考えられています。それではなぜ中村さんの発言が嘘だとわかったのかというと、事件の真犯人が発見されたからです。そしてこの奇怪な事件の真の黒幕の正体はというと、なんと殺されたはずの酒井隆さん本人だったのです。実は中村さんの嘘の自供の直後、 JR 新下関駅のホームに一人の男性が飛び込むという事件が起きていました。そして男性の身元を確認すると、なんと数日前に海で亡くなったはずの酒井隆さんであることが分かりました。また酒井さんは14枚の紙にびっしりと書かれた遺書を残しており、そこに事件の真相が記されていました。まず借金で頭を抱えていた酒井さんは自分を死んだことにして借金から逃れ、さらに自分にかけられた保険金を手に入れようと企てていたようです。そこで酒井さんは自分の代わりに死ぬ替え玉を作ろうと考え、偶然目についた競艇場に来ました。そして競艇場で仲良くなった替え玉となる男性を酒で酔わせ、そのままバットで撲殺しました。ちなみにこの計画には清美さんと中村さんも協力しており、計画が成功したら得られた保険金は3人で山分けすることになっていたそうです。そして酒井さんは元の顔が分からなくなるほど替え玉の男性の顔を潰してから、男性に自分の服を着せ、服に自身の身分証を忍ばせました。それから自分の車の運転席に替え玉の男性を乗せ、自分は助手席に乗り、助手席からハンドルを操作して運転し、佐賀県の海岸から車を転落させ、自分は転落直前に脱出しようとしました。ところがこの日海岸にはロープが強く張られており、車が思うように海へ転落しなかったのです。そこでやむを得ず酒井さんは清美さんの弟に借りてもらったレンタカーを使い、替え玉の男性が乗った車を押し出し海に突き落としました。それから別の海にレンタカーを捨て、その後警察からの連絡を受けた清美さんと中村さんに現場へ向かってもらい、遺体は酒井さんで間違いないと証言してもらうことで酒井さんが亡くなったことになり、計画は成功したかのように思われました。ところが清美さんと中村さんがタクシーで向かう際に人を殺めた後で動揺していたのか、酒井さんも途中までタクシーに同乗してしまいました。つまりベレー帽の男の正体は酒井さんであり、タクシー運転手の証言から警察が真相に近づいてしまったため、酒井さんは怖くなって駅のホームに身を投げてしまったのでした。この事実を知った警察は唖然としましたが、すぐに清美さんと中村さんの逮捕に乗り出しました。そして逮捕後2人の罪を問う裁判が開かれ、清美さんには殰人幇助の罪で懲役4年、比較的事件に多く加担した中村さんには懲役7年が下されました。どんでん返しが何度も起きたこの事件にはマスコミも何度も振り回されてしまい、世間は当時パニックに陥りました。事実は小説よりもきなりと言いますが、本件はまさにそれを思い知らされるような事件でした。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て結局ほぼみんな黒と思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。